の有名漫画にヤスケが参戦。侍の起源は黒人侍か。その頃お菓子はヤスケ早速ネタにされてて草。黒人侍ヤスケ VS 朝鮮忍者ハットリ、夢の対決がついに実現。忍者の起源は朝鮮忍者で確定しているが、侍の起源は黒人侍か、それとも朝鮮侍か。困惑、ゆるがネタしたな。人権派漫画、判断が早い。全力でネタに乗り切る。さすが人権派漫画。織田信長に召し抱えられた日本初の黒人侍であるヤスケは、出身地はポルトガル領、東アフリカ、現モザンビークと言われてます。苦笑いね。苦笑いで、ちゃんと黒人にも喧嘩売ってるの草。3枚目冒頭のセリフで坂の上の田村麻呂黒人説を思い出しました。まさかそこまで踏み込むおつもりで。苦笑い、セーフ。ハットリがナチュラルにヘイトスピーチしてる。とうとうヤスケ問題にも踏み込んだ感。もうすぐ流行りに乗る。この漫画のいいところってちゃんと全キャラ美形に描くとこだよな。エイリアン VS プレデターすぎるん。ほんとすごいよ、このぬるっと入ってくる安心感。なんで地雷原にタップダンスしに行くんですか、困惑。ここまで突き抜けてれば問題にならなかった。もうすでに面白い。何てタイムリー。戦場格闘術を操る侵略者コロンブスも出てきそう。ハットリまで起源を主張することにより余計話がめんどくさくなるの草。無敵すぎる。さすがすぎる。この世の地獄みたいになってやがる。そのうち柔道の起源もフランスに取られちまうんだろうな。実際侍の元派朝鮮半島の花郎と笠浦美とかいう暴言があってね。草、相変わらず全方位に喧嘩打ってて草。やりやがったんいいぞ、もっとやれ。おもろすぎるん。誉れはサバンナで死にました。さすが草、ここまで来たか。さすがだ草。このヤスケオマージュは芸術点高い。日本で黒人侍ヤスケって言ったらこのレベルの扱いだよな。苦笑いはあかん。ほっこりした。キレッキレで草。テコパク参戦。反応早いな。よく見たら刀が展示してたゾロの刀になってて笑った。ほんとだ細け。ロックリーとかおかさん出てこないかな。あーなんかそういうのあったな。サラビナやって相手に喧嘩っちまったよ。ヤスケもかわいそうに。お菓子の発言はもう何の価値も信用性もないから燃料にもならねえな。ゲーメスコムのトレーラー待ちかな。学者は信長とヤスケが信頼関係で結ばれてたと想像してるから何なんだよ。そんな話急に持ち出されてもそれが何かしかリアクション取れねえよ。すでに五差しの見解が海外でも拡散されてるっぽいからな。岡さんはもう休んでどうぞ。薄い本作れる程度の妄想話は X で披露されてもな。実はこれヤスケだったんだよね。ポリコレのせいでレインボーカラーが使いにくくなったよな。フェミニストとポリコレ派って同族なのか。ヤスケってフランス語でブタって意味らしいな。お菓子は NHK の番組制作の時にスタッフが女性ばかりで素晴らしい的なことを言ってたので、おフェミ様かミサンドリーなのかと思ったけど、日本人男性が嫌いなのかな。自分がずっと准教授なのは日本の悪しき男社会の弊害とか思ってそう。お菓子は PTA 会長で忙しかったから。ポリコレは商売に不向きなんだからそろそろ改めるべきよね。嘘つきチワワ。養護もっと頑張れよ。やる気ないのか。役とアフイネと呼ばれ騎士に忠実と大目とナエル。お菓子が擁護できないレベルで尻滅裂になってきたせいか、オタクはとばかにしてみたり、ヤスケとはとねちょねちょ無駄な理論展開して文字数稼いでるやつが増えた気がしなくもないな。子供とクレシンの戦木見たけど、こっちの方がしっかりしてそうだな。トットリーマだ。発売間近と発売後の大炎上祭りが楽しみだな。よく見たらお菓子ロックリーみたいなこと言い出してんじゃん。もうこの人ダメだよ。海外勢に向けてロックリーヤスケのイメージ維持するのに必死になってるとしか思えないムーブ。何か目的やってやってるのか。チルクロード、エビデンス。エビデンスはコミュニティノートは余状態。この日本人に愛されているというワード、シュミット・ホリサチ、ロックリー、オカが共通して使ってるよな。全員はサクリシャドウズ関係者だろこれ。海外で歴史歪曲を広められたのがシュワクの根源の事案で、英語で信じられやすそうな嘘つくのは立場はっきりしてんな。忠誠心が強い黒人ではなく、ただの言うこと聞くだけの泥人形として黒人扱ってるようにしか見えないがな。一番いい黒人は黙って言うこと聞くことだって洗脳したいんだろうね。フランスの黒人もメダル取って白人に捧げてるし。もうダメだよって何回言ったかわかんねえけど、もうマジでダメだよ。何なのこの人、今割と本気で呆れ返ってる。いや、もっと前に呆れ返るタイミングあっただろと言われればそうなんだけど、
なんかリミット超えたみたいにガクンとがっかりした。小座さんみたいな普通の歴史学者がヤスケの論文を書いてくれれば一番いいんだけどな。その中でロックリーや岡の批評もしてくれればなおより。なんていうの、同感。普通にヤスケ推しの仲間意識でロックリーのことかばってただけなんじゃねえの。と日本人が愛してるのはヤスケじゃなくて信長だよな。これほんと好き。これはひどい。エゴ差しまくりの自意識過剰の承認欲求モンスター。は、誰だお前。ケニー、アトキンソンの話してんだけど。で笑う。擁護派ですら触れられない人になった結果、逆に拡散されなくて炎上しないって珍しい例になってるな。アンチへの当てつけのような英文ポストも不発に終わってくさ。ポリコレが幅利かせてる国とあからさまに露出が多いゲーム作る国とで分かれて、その中間に日本がいるって感じだな。日本ではスマホは露出多めで家庭用は配慮してるって感じる。露出が多めの国はポリコレを押しのける力があるのか、そもそもターゲットにならないのか、なぜこうまで極端に分かれるのか。バサクリシャドウズのコードネームはレッドで、イメージカラーも謝罪文も赤だった。つまり最初から大炎上させる前提で作ってたってことだ。日本人を騙すのは諦めて外国のバカな連中のみを標的にしてる。オカってなんでヤスケにこだわってるんだろうな。ゴザの言ってる通り、まともな歴史学者はヤスケなんて数項書かれたどうでもいい存在だし、他の日本人でヤスケより記載がある存在なんて5万といる。ヤスケを貶めないで。とは言うけど、ゲイカには何も言わないんだよな。ロックリーがデタラメってことになると自分の業績が疑われるからじゃないの。盛られまくったホラ話の出所の大半がこいつでしょう。東京大学資料編纂書、っていうクレジットが載る可能性が高い。 UBI が日本在住の監修つけたって言ってるけど、トーマス・ロックリーが関係ないって言ってて、他にトーマス・ヤスケのこと知ってるやつなんてそのお仲間しかいないはずだからな。新しいおもちゃ来たで、関西に富士山登場。 UBI、 日本ならどこからでも富士山が見えるから問題ない。何これスマホ見てんの。妄想としか見えない。くさ、日本という小さい島ではどこにいても綺麗に富士山が見えていたのですって言われても不思議じゃない。ハワイのダイヤモンドヘッドくらいに思ってそう。こういうの見ると本当に日本文化登用して金稼ぎしたいだけってのがわかるような。寿司芸者藤山やりながらちゃんと検証したとかバカなこと言ってるから反発されてんだよ。何度見てもヤスケ場違いだな。クッキー読めよコスプレ外人。直江の目がガンギマってて怖い。東京大学は国立大、つまり国が認めたというお墨付きとなる。世界中のポリコレマンにとって一番欲しいものがこれ。個人名が100個連なるよりこれ1個で信憑性、権利侵害も諸々の問題が解決するからな。東京大学にとっては致命傷だろうとは思うが、まあしゃあない。知らんぷりで勝手放題やらせてた大学側の自業自得よ。マップ映ってるけど、まあこの程度のクオリティだよな。なんかオデッセイのどっかの街の外れにある野戦陣地を見た目だけは復刻しただけって感じ。相変わらず金棒なんだな。やっぱただのクローニじゃん。テコンダーパクにヤスケがネタにされたおかげで、お菓子のソースが漫画の剣がより滑稽になるの好き。しかしヤスケの5月人形みたいな鎧で金棒を持つのは本当にバカみたいだな。今で言うなら勲章たくさんつけた高級将校の制服で携帯ミサイル持つようなものだろうか。せめて戦うための装備をしろと言いたい。大小刀なさしてるのに金棒まで装備してると、可弁慶でも目指してるのか。一応刀は右じゃなくて左側に刺すようにしたんだな。まあいくら取り繕っても富士山持ってくる程度で終わるんだろうけど。一応指摘しとくと、刀が右腰に刺してあるのはカットシーンの一瞬だけで、でもその前後のシーンでは普通に左腰に刺してあるから突っ込まれてるんだよ。抜刀のカットシーン以外でも右に刺してるシーンあるけどな。そっちはなんで反転してるのかはマジでわからんだ。え、そうだったのか。認識不足だった、申し訳ない。UBI に右差しは違うという認識があったことが笑えるよな。あいつら左右反転コピペ大好きだし。テコンダーパク笑ったけど、海外の低層な連中はこれでさえ日本の漫画に描かれるほど尊敬されてる証拠だとか言いそうで、逆にバカにされるネタにしかならんな。え、テコンダーパクはフランスみたいな後進国でも人気なんだな。ヤスケに対してお気持ちでしか持ち上げられないことが全く活躍がない証拠でしかないくらい人間が珍しいから名前が残った、それだけの存在。直江のザンバラ神からの属目付きの悪さどうにかならなかったのか。軽くホラーじゃん。ヤスケとかそもそも知らない人の方が多そうなくらいの人物だと思うけどな。ロックリードもが神だ何だと気持ち悪い持ち上げしてるってバレるまでは知る人ぞ知る愛されキャラだったと思うよ。ヤスケ今は呪物だが。鬼だ、鬼がいるぞ。シュミット掘り幸ロックリー、オカ、アッサシンクリードシャドウズの開発、監修と、
に関わってるかまだ不明です。ヤスケ本人が愛されてたわけでなく、信長の家臣で異邦人って立場がフィクションで便利だっただけなんだよな。ヤスケ寿司の由来調べたら、源平合戦で負けた侍が身分隠すために父親が世話した寿司屋から名前をもらった話が由来らしいな。これも放っておいたらトーマスヤスケが寿司の原型を作ったって言われるようになるんだろう。着物のヤスケはまあまあいいと思うんだけど、鎧姿見ると拒否反応が起きる。やっぱあの無駄に豪華な装飾と無遠慮な大きさのボケ、入りの鎧着てるのが不愉快なんだ。初期は軽装でクエストこなして今の鎧ゲットだったらよかったのに、何もなしてないのにあの豪華鎧はちょっとな。通過おかしろっきりんの捏造行為はフィクションでも何でもない現実に行われていることだからな。シャドウズはその捏造のスピーカーに過ぎない。間違いな黒人が意味のわからん権力振りかざして日本人を虐殺して回ってるって構造だからな。そら嫌悪感も湧くよ。未だにヤスケの立ち位置がさっぱりわからん。誰の配下でどこで何を目的にジャスティスしてんの。そういや、あと100日切ったんだってか。 UDI 君の修正タイムリミットはどれだけ残ってるんだろうか。ヤスケ使ってターゲット以外の不殺プレイで9だろうか。信長の家紋使ってるから本能寺の騒動で鎧奪って逃げてるようにしか見えない。ウィキを嘘編集するのは現実に悪影響を与えるだろうな。織田家の家紋ついた鎧を織田家の人間以外がつけることなんてあるのかね。我は織田屋敷とか言い出すんだじゃないな。